悪い奴らは許さない。正義の泡で染めちゃうぞ。魔法少女リーゼプリティア第1話、魔法少女のお約束。私リゼ、普通の中学2年生だけど、実は魔法少女なの。みんなには内緒ね。そんな魔法少女のお約束、いっぱい紹介するね。学校ではなるべく目立たないようにしないとね。魔法少女ってバレたら大変だもん。息が詰まるぜ。ほら、また髪の毛に潜り込んで。リゼ、どうしたの？ううん、なんでもない。この町は悪魔男爵がいただく。もう授業中なのに。変身。弾ける正義の泡、魔法少女リーゼプリティア。待っていたぞクレイ。リゼ、バブルスプラッシュだ。ええ、正義の色に染めてあげる。昔は魔法少女みたいに変身できるって思ってたんだけどな。大人だって変身できるよ。え？スケカンの魔法、リーゼプリティアアッシュ。リーゼプリティア。